かくして日本にはその一番長い日がやってきた。これからは日本の歴史が変わるのだ。どう変わるのか、どう変えなければならんのか、それは今の俺にはさっぱり見当もつかん。ただたとえ歴史がどう変わろうとも、日本人の一人一人がそれぞれの持ち場で生き抜き、耐え抜き、そして懸命に働く。それ以外に再建の道はない。いや、そればかりではなく、生き残った人々が二度とこのような惨めな日を迎えないような日本に、何としてでもそのような日本に再建してもらいたい。もう間もなく夜が明けるな。昭和20年8月15日か。各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自国を収拾せんと欲し、ここに忠良なる南自臣民に次ぐ。朕は帝国政府をして米英使祖四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。長い長い24時間だった。かくして日本のその一番長い日が終わった。昭和20年8月15日太平洋戦争が終わった日である。帝国臣民にして先人に死し、職域に準じ、悲鳴に倒れたる者およびその遺族に思いをいたせば、おないために咲く思うに今後、帝国の置くべき苦難はもとより尋常にあらず、南自臣民の忠誠も。今私たちはこのようにおびただしい同胞の血と汗と涙であがなった平和を確かめ、そして日本と日本人の上に再びこのような日が訪れないことを願うのみである。ただそれだけを。